星、木の絵よしは、千葉県東葛飾郡浦安町出身で、伊豆津部屋に所属した大相撲力士である。最高位は、西前頭4枚目。特異種は、右四つ、突っ張り、寄り、叩き、桁ぐり。現役時代の体格は171センチメートル、107キログラム。本名は、小川義雄。体が小さく、身長も体重も足らず、 なかなか新弟子検査に合格できなかったが、1942年5月場所で初土俵を踏んだ。そのため出世もゆっくりで、1955年5月場所において新入幕を果たした時には、すでに29歳となっていた。幕内では地味ではあったが、当時の幕内力士では随一の稽古で鍛えたためか、努力の人と称えられた。 自己最高位の西前頭4枚目で迎えた1957年5月場所では大関松登りを桁たりで破っている。以後も長く土俵を務め、1963年1月場所では36歳11、かヶ月での再入幕を果たした。これは当時では戦後2位の年長を再入幕記録であった。1964年5月場所限りで引退を、 決意した時には、38歳となっていた。引退後は、年寄り、君が浜から道の区を襲名して井筒部屋付きの親方として、後進の指導に当たっていた。井筒部屋付き時代は、江戸川区平井の自宅から、墨田区亀沢の井筒部屋に通っていた。しかし、1972年3月に11代、井筒が亡くなると、翌月に12代井筒を襲名して井筒部屋を、 継承した。これを機に、十二代、伊豆津の弟,弟弟子で同じ部屋付き親方であった、君が、浜親方は、独立して、同月末に、君が浜部屋を起こした。自身は、自宅のある平井に、新たな伊豆津部屋の施設を構えた。その後、十一代、伊豆津の遺族と仲違いしたため、1974年4月、伊豆津の名跡を返上して、道の国に戻り、 部屋の名称も、道の区部屋とした。十一代遺族から引き継いだ弟子の星岩と、幕内まで昇進させ、自らの定年退職の際には、彼に部屋を継承させた。二千年十二月五日十三時二十分、呼吸不全のため死去。七十四歳没。幕下時代に結婚したが家計が苦しく、曲げを手拭いで隠しながら、 アサリアシジミを売り歩いて生活費を稼いでいた話が知られている。なお、対象生まれとしては最後の協会員となった。ABCDEFG ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、時津風部屋 P26、千葉県出身の幕内力士。千葉県ホームページ。2020年2月25日閲覧。ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ。 ときつかぜや P56、ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、ときつかぜや P69 から70、AB ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、ときつかぜや P36 から39。ありがとうございます。